リセンテモレのペリスは、スペインマサナサ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。RCD エスパニョール監督。ポジションはミッドフィールダーだった。現役キャリアのほとんどをヘレス CD で送り、在籍11シーズンで公式戦4 1 2試合に出場した。また、指導者としてもヘレスをおよそ半年ほど率いた。バレンシア州のマサナサに生まれ、 バレンシア CF の下部組織で育成された。その後は、グ軍ダディビシオン B のクラブを転々とし、2000年にヘレス CD へ移籍した。ヘレスでは1シーズン目にクラブをグ軍ダディビシオンへ昇格させると、2009年までは、毎シーズンリーグ戦に34試合近く、出場し続けた。2008から09シーズン、ヘレスは、 モレノの活躍などもあり、クラブ史上初のプリメーラ昇格を果たした。そのシーズン中の6月13日、セグンダ優勝とプリメーラ昇格をかけた SDUS か、戦にて、モレノは決勝点を挙げ、プリメーラ昇格に大きく貢献した。2009年8月30日、当時35歳だったモレノは、この日の RCD マヨルカ戦でキャリア初のプリメーラ出場を果たした。 しかし、シディケータとのポジション争いに敗れ、ベンチを温める日々が続いた。当時のヘレスは、プリメーラ最小予算だったこともあり、シーズン終了を待たずして1年で、セグンダ降格が決定した。セグンダで1シーズンを過ごした後、現役を引退した。モレノは、ヘレス CD の歴代公式戦最多出場を築くと、同時に、セグンダ B、セグンダ、 プリメーラすべてで得点を挙げた選手となった。また、引退と同時に、ヘレスのコーチングスタッフ入りも合わせて発表された。2011年12月5日、解任されたフアンメリノの公認として、ヘレス CD の監督就任が発表された。シーズン終了時、ヘレスはリーグ14位であり、降格は回避できた。二千十三年十一月四日、 ジムナスティックタラゴナの監督に就任した。2015年6月22日、クラブをセグンダ昇格に導いたことで、クラブとの契約を2年間延長した。2017年6月20日、RCD マヨルカの監督に就任した。マヨルカでは2シーズン連続でクラブを昇格させ、指導者キャリア初となるプリメーラの舞台に、マヨルカを引っ張った。しかし、 マヨルカをプリメーラに残留させることができず、わずか1シーズンでセグンダに降格してしまった。2019から20シーズン終了時にマヨルカを去ったモレノは2020から21シーズンからセグンダの RCD s パニョールの指揮を取ることが決まった。ありがとうございます。